古樹形は、長高記地目記地か古樹形属に分類される鳥類。全長は27センチメートル。和名は樹形に似ているが、より小型であることに由来する。額から目上部にかけて、灰色の眉状の筋模様が入る。背に暗褐色や灰色の虫食い状の反紋が入る。下面の歯衣は高褐色で、胸部に赤褐色の反紋が入る。 ごはは脳赤葛色。黄彩は肺荷色。くちばしは黒い。胞子はクラバイ媒黄色。卵は長径3.5センチメートル、短径2.6センチメートル。元亜種は標高1000メートル以下、亜種、鉄径は標高300から1200メートルの草原、森林、竹林、農耕地などに生息する。周期から翌年の春期にかけて。 小規模な群れを形成する。植生は雑食で、種子、果実、昆虫、クモなどを食べる。繁殖形態は卵生。年に2回繁殖する。4から6月で地面のくぼみに枯れ草を敷いた巣に、7から8個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は17から19日。ヒナは孵化直後に育つ。子雄ともに育数を行う。 生後一年で成熟する。日本にはペットとして台湾種鉄桂が移入された。狩猟用に元亜種が1919 19年に東京都や神奈川県で亜種、鉄桂が1933年に埼玉県や兵庫県で包丁された。体に似合わぬ大きな声で泣き、それがちょっと濃い、ちょっと濃いと聞こえることから警官庁と俗称されることがあった。 近年は、住宅地にも現れ、夜明け頃から泣き出すため、特有の大音量の鳴き声が、目覚めの害となり嫌悪され、害虫扱いになる場合がある。ありがとうございます。